それでは続きやっていこうと思います。今回はですね、ダオスの居所を知るためにね、常闇の町アーリーという場所に行くんですけども、ちょっとね、前回のスキット回収してないので、ちょっとスキットから見ます。これは時の剣。これで奴の時間転移は無効化しても同然だ。へい。あとはダオスを倒すだけですね。で、問題のダオスの居場所はどこにあるんだって？不明です。空、海、大地のどこにもその痕跡すらないのです。一筋縄ではいかないか。どうして私に構うんですか？妹がいたんだよ、お前と同じくらいのな。だからアミいた。死んじまった。アミって言ってな、可愛かったんだぜ。私はアミさんではありません。分かってるよ、お前はお前だ、アミーじゃない。でもやっぱりお前には知ってもらいたいんだよ。世の中楽しいことがいっぱいあるってな。あいつが体験できなかった分までさ。私はよくわかりません。うん、かわいい。まあでも切ないよね、チスタはね、妹なくして、すずちゃん両親なくしてって。くそ、ダオスはどこに隠れているんだ？この世界のどこかにあるという闇に閉ざされた場所に関係があるのではないでしょうか。その場所はある時を境に急に現れたと聞いています。ますますもっと怪しいな。よし、探してみよう。これさ、私思ったんだけどさ、これすずちゃん仲間にしないとさ、このすずちゃんが入ったスキットってもちろん発生しないよね。なんか別のなんか代用みたいな、なんか別のスキットがあるんでしょ。くそ、ダオスはどこに隠れているんだ。あ、これ見た。じゃあ行きますか。あの超真っ暗な街ね、最初怖って思ったけど、さらにここより北だったよね。おおおおおお、あ、ここです、ここです。ふぅ、寒い。宿屋で一休みしよう。はい、同感だ。宿屋、ナイトドリーム。いらっしゃい、お泊まりでしょうか？お願いします。一晩120ガルドになります。チェックアウトは明朝の9時になります。ごゆっくり。寒い寒い。あれ、すずちゃん？ストーブストーブ。どうしたの、ミント？クリスさん。何？クリスさん、あの、実はお話ししたいことがあります。何？宿屋の裏で待っています。え、体育館の裏じゃなくて宿屋の裏？後で来ていただけますか？ あ、もちろん。え、あ、はあ。すずちゃんも出てったけど大丈夫なの？外に。あれ、ミントはどうしたの？え、散歩かな。散歩？そう、散歩だってさ。よりによってなんで散歩しなきゃなんないの？人の勝手だろ。普通はお風呂なんじゃない？こんな寒いのよ。ねえ、それなのになんで散歩なのさ。それじゃあお前はそうしたらいいじゃねえか。だって一人じゃつまんないじゃん。まあ、この時代ね、スマホとかゲームとかないですもんね、きっとね。お前さ、もう一人でなんか10時間とか、もう私下手したら1週間全然一人で生活できるわ。なんか誰とも喋らず、ネットさえあれば。とにかく今は温まろ。ネットとスマホさえあれば。何もこんな寒い場所で。ああ、ますます冷えてきた。あ、なんか持ってるよ、なんかキラキラ光ってるやつ。なんだなんだ。おのおの。どうした、クレス？休んでるな。え、いや、その、ちょっと散歩に行ってくる。じゃあ私も。
一人で行きたいんだ。このままだとミント風邪ひいちゃうからな。早い行ってこい。変なの？こんな寒い時にクレスまで。若いというのはいいことだな。親父臭いこと言わないでよね。そうか？まだ20代なんでしょ。ま、一応はな。さて、時間もあるし、何をしようか。クラウズはまだ20代なんだ。どうしたの？何？ちょっとしたいたずらを思いついたのさ。何？オリジン！あ、ちょっと、宿屋のご主人様びっくりするが。オリジンよ、あなたは時間を超えた世界を見せる力を持っているのではなかったか。何をしようとしてるの？確かにそうしたことも可能だ。だが未来を見ることは許されぬ。そうだね。私が見たいのは過去の世界なんだが、どうしても気がかりなことがあってな。いたずらって言ってたけど、なんだ、この私の初めての主の願いだ。一度だけならば許そう。ありがとう。一度だけか。あ、それで構わない。あ、ミラルドさんかな。なんだろう。何してんのさ。それでは、いつの時代、どの場所を望むのだ。あ、すまん、二人とも部屋から出ていてくれないか。絶対ミラルドさんじゃん。なんで？寒いじゃん。頼むよ、後で好きなものをご馳走するから。わーい。まったく、もう何なのよ、みんなして。それでどうするのだ。はあ？はよ言え。わかった。わかった。しかし、なぜそのような小さな声なのだ。じゃ、聞こえなかったんですけど、グラスさん。恥じらう年でもあるまい。では、行くぞ。はい、それじゃあ、今日の授業はここまでね。もう、基本的なことは大体今日で終わりね。ありがとうございます。ところで、クラウスさんはいつ戻ってくるんですか？あのダオズをやっつけたんですよね。村長も大喜びで村を挙げてパーティーやるんだって張り切ってますよ。さあね。ま、あいつはゾンビみたいにしぶといやつだから、そのうちに帰ってくるでしょ。過去の人はね、ダオズは倒されたって思ってるよね。まあ、実際に未来に逃げたんだけど。そんなもんですかね。それじゃあ、また明日。ええ、またね。まったく、どこをほつき歩いてんのかしらね。あれでも少しは役に立ってんのかしら。ま、気長に待っててあげるわ。めっちゃニヤニヤしながら見てそう。クラスさん、よかったね。おい、アーチェ。何よ。お前、クレスが何してるか覗きに行くつもりだろ。まったく、お前は。うっさいな。私が何しようがあんたに関係ないでしょうが。クレスは俺の親友だからな。関係あるぜ。あらあら。ああ、やんなっちゃう。なんでこう喧嘩ばっかりなんだろう。お前が売ってるんだろ。何言ってんのよ。いつも絡んでくるのはあんたでしょうが。あらあら、もうムンさんね、もうね、表情がもう緩みまくってるんだけど。私が嫌いなのは構わないけどさ、いい加減にしてほしいんだよね。だ、あら、誰が嫌いだって言ったよ。あら、大体、お前は初めて見た時から。あら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 、見た時から。
一目惚れしたのね、チェスター。もう隅に置けないやつだな。時代は違うからどうするんだ、ね、この二人ね。アーチャーは過去の人だし、まあでもね、ハーフエルフだから長生きはするけれども、どうするんだろう。ねえチェスター、外行こう。あれ、これあれだよね、このねえチェスター、外行こうっていうのあれだよね、レイズのあれ、アーチェかチェスターの通常魔境のシーンだよな。いいよ俺は。来てほらほら、あら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 、あ、これもしかして決戦陣やのイベント、ファンタジアの、一人で出てくるタイミングがなかなかなくて。隣いい？え、で話って何？これを見てください。このイヤリング、ままんのか。これはイヤリング。最初な。それを壁にかざして、そして牢屋に捕まっている女の子を助けてあげて、あなたならきっと館から出られるわ。ちょっと待って、あなたは。お願い、はあ、とにかくイヤリングをかざしてみよう。飾りがついたイヤリング、珍しいでしょ。これは宝術師の証です。私の母がいつもつけていたものと同じ。母はもういないんですね。あクレスはね、ミントのこと思ってずっと言えなかったんだよね。謝らないで。あの時もしクレスさんが母の死を隠してくれなかったとしたら、私きっと取り乱して。ミント、本当にありがとう。一歩こっちよミント。やっぱ見てるんか。おい、もう戻ろうぜ。また雪も降ってきたし。もうちょっと。あ、すずちゃん、よかった。すずちゃんだけ置き去りかなってちょっと心配だったんだよ。母上、もうすぐダオスとの決戦です。はいはい。父上、母上、うん、今すずは迷っています。父上、本当に忍者は非常でなければなりませんか？クレスさんたちと一緒にいると、なぜかすずは不思議な気持ちになります。それはすずの心の弱さでしょうか？母上、この気持ちは何なのでしょう？私にはわかりません。でもせめて最後の戦いはクレスさんたちと心を重ねて戦いたい。それでこの身倒れることになろうとも後悔はいたしません。もうちっちゃいのにもうそういうことまで覚悟させちゃって、もう大人っぽいよね。もうテイルズのあのちっちゃい子たちの中でもすずちゃんは宝術師のイヤリング、ミント専用の装飾品として装備することができます。お、クラスさん、新たな称号って。時々さ、称号濁すよね。内容教えてくんないっていう。これは何？幸せ者？これかな？遠恋の人。あ、遠恋の人か。時を超えた遠距離恋愛、ロマンだ。ほー。で、あとはミントの専用装備。で、アクセサリーではないか。どこだ？あれ？イヤリングがないんだが。
あ、これか。無属性魔法を無効化する。へえ。ダオス戦で使えたりするかな。ということで、決戦前夜イベントでした。はい。クレス殿はおられますか。あなた、私はアルバニスタ調査隊情報部の者です。実は鉱山跡で巨大な城を見たという人がいたのです。何？巨大な城？はい、鉱山跡は途中で山の中腹に出るのですが、そこから巨大な城が見えたと。巨大な城、なるほど、怪しいな。よし、行ってみよう。鉱山跡はこの町から北西の方角にあります。では私はこれで失礼します。よし、じゃあまあ今回はちょっと短いけどこの辺にしとこうかな。なんか喫茶店に行くとね、なんかアイテムがもらえるみたいなんで、それをちょっともらいに行こうかなと思うのですが、喫茶寝坊固まるね。前来た時にもらったかな、コーヒーかが。あ、特になさそう。じゃあ北西の鉱山跡かな。じゃあ行ってみるか。ちょっとホーリーボトルを炊いてですね、北西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 、あ、違う、逆だった。こっち北東やった。鉱山跡、なんだ、あ、すぐそこにあったわ。ここね。調査隊から話は聞いています。どうぞ、お通りください。ありがとうございます。で。これ、真ん中どいてくんないんだ、この人。どんどん消えてゆく。フェードアウトしてゆく。え、暗くないか。え、ない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 。シュ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 。ここらしいですね。でも城なんてどこにも。うん。だがルーングロムさんの話から察するに、やはり時の狭間に城を隠してこの世界から見えないようにしていると思う、うん、そして奴の操る魔物が出入りする時のみ姿を現す。とすると時の剣を使って。そう、時を操る剣だからダオスの城を見えるようにできるというわけだ。よし、やってみよう。時の剣よ、時の剣よ。めっちゃ重くなる、ごめん。ダオスの城をぐるぐる時の狭間から引き出してくれ。よし、推測通りだ。おお、こんなにうまくいくとは思わなかったな。ところでどうやってあそこまで行くんですか。風が強すぎてレアバードじゃ無理だな。そっか。あれ、時の剣が白く輝いて。したってこと？わーい。一体どうなってるんだ。ダオスの時間を操る力に時の剣が共鳴して呼び寄せられたのかもな。おう、でセーブができる。まあね、ちょっとダオス城やっていきたいところなんですが、ちょっとねサブイベントとかなんかオーディーンのイベントとかね、いろいろあるらしいので、それをやってからダオス城やろうかなって思うんですよ。はい。なのでまあ次回はちょっと残して、なんかちょっと面白そうなサブイベントをやろうかなと思うんですが、なんだなんだ、ダークアイ、お前たちも洗脳してやろう。洗脳してやろうか。そしてあのお方、
ダオス様に仕えるのだ。何より私の手柄になるのだ。汚い笑い声やな。行くで。はい。こいつ倒せるかな。ここまでなんかレベル高くないといけない。ああ、ちょっとスキット回収するのまた忘れてた。なんか上書きされたりとかしてないかな。ちょっと不安になるな。ちょっとこれ終わったらスキット見て終わりましょう。うわわ。あ、いいね、マンジュシャゲ。すずちゃんのね、この忍術もまだ多分全部取れてないと思うから、それも取りたいしな。アーチの術とかもさ、穴っぽくあるんだけど、どこで取れるんだろう。シュートを天空波。シャープネス。シャープネス。シュートを天空波。タイダルウェイブ。結構硬いな。まだか。まだ倒れません。いいね。お、ナイス。やったー、ありがとうございます。ふう、戻れます。あ、帰れるわ、やった。ちょっと外に出ますかね。なんかレベル上げポイントがさ、なかなかなくってさ、レベル上げできるところずっとね、あそこでやってんだよね、あのボルトの洞窟。お金も稼げるからいいんですけれどもね。ではスキット回収して終わろう。ダオスの城が時の狭間に隠れていたなんて、奴の能力からすればありえない話ではなかったな。皆さん、この世界を、この未来を救うため力を貸してください。もちろんさ。うん、ダオスを倒すことはみんなの願いだよ。ありがとうございます。さあ、行くとしようか。私もそろそろうちが恋しくなってきたからな。へへ、ミラルドさん。ダオスを倒したら皆さんは帰ってしまうんですね。うん、寂しくなりますね。きっとまた会いに行くからさ、だからそれまで待ってて。でもハーフエルフはユミルの森には。そうだった。うぐ。大丈夫、飛んででも会いに行くから、絶対約束するって。はい、私待っていますから。うーん、別れが近いのがちょっと寂しいね。どうするのですか。そうだね、父さんの後を継いでアルベイン流の剣術でも教えようかな。それでお嫁さんをもらって自分の子供にも剣術を。あ、何を言ってるんだ、僕は。あ、素敵な夢ですね。とにかく今はダオスを倒すことだけ考えなきゃな。あらあら、もっと笑ったりした方が楽しくない。あなたは毎日楽しいのですか。もちろん楽しいに決まってるじゃん。ある人が言っていました、あなたはバカだけど楽しそうだって。バカ。どう、何内緒話してんだ。あ、あんたでしょ、この子に変なこと言ったの。おっと、やっべ。待て、やっべ、顔でぶっ飛ばす。あ、私今笑った。あ、ちょ、かわいい。過去に戻ったらどうするんだ。生成する。あ、あんたと顔合わせなくて済むから生成するって言ってるのよ。そうか。あ、じゃあ寂しそうじゃん。あ、ちょっと言い過ぎちゃったかな。バカ、引っかかってやんの。こっちこそ生成するってもんだぜ。このバカ。わかったわよ、さっさとダオスを倒して過去に帰ってやるわよ。あらあら。アセリア暦4354年、ダオス城はついにその姿を現した。いよいよ決着をつける時がやってきたのだ。今までの冒険が彼の脳裏に走馬灯のように走ってゆく。大いなる弓の力を得た親友と共に彼は最後の戦いへと赴く。自らを縛る運命の鎖を断ち切る、そのために。だからさ、勝手なナレーションつけるのやめないか。いいから気にすんなよ。ダオスを倒して自分の時代に戻ったら何をします。そうだな、
まずは復讐だな。え？私の召喚術を否定した学会の頭の固い連中にオリジンの一発もお見舞いしてやれば、なるほどね、多少は気が晴れるかもしれないな。ちょっと冗談だよ。しばらくはゆっくりさせてもらうとするさ。今度の旅で分かったことを論文にまとめたいしだ。まあなんかもう別れちゃうの悲しいなね。過去現在未来でね、6つの時間軸にいますかね、キャラクター。どうするつもり？そうですね、お墓参りに行こうと思います。あ、ママのな。え、私まだ母にお別れの言葉を言っていません。だから。そうか、そうだよね。あの、一緒に行っていただけますか？きっと母もその方が喜ぶと思います。ああ、もちろん。全てが終わってめっちゃあるな。現代に戻ったらどうする？別にどうもしないぞ。どうもしないって？あ、ちょっと若いで悲しいだろうが。そうじゃないって、俺は俺だからな。今までと何も変わらないってことだよ。でもお前、妹を言うなよ。ま、寂しくないって言ったら嘘になるけどな。あれ、でもさ、アーチェさ、あれだよね、クレスたちの現代でも生きてる可能性あるよね。あ、もしかしたらね、見た目がね、ちょっとあの熟女だったりおばあちゃんになってるかもしれんけどね。ようやくここまで追い詰めることができた。長い道のりでしたね。宦官に浸るのはまだ早いだ。みんなで力を合わせればダオスだって絶対倒せるって。あとは自分たちの力を信じるだけだぜ、うん、行きましょう、ダオスの城へ。ようやくここまで。あ、ここで終わりかな。と思うとさ、一番別れて悲しいのクラースさんとスズちゃんじゃないの、ね、この歌に関してはもう二度と会えないじゃん、こうダオス倒したら、ね、アーチはワンチャン生きてるとしてさ、でまあ、どこかで会える可能性があるかもしれないじゃん。でももうね、スズちゃんとクラースさんはね、普通の人間で、ね、その時代に生きてる人ですから、もう二度と会えんよな。寂しい。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしておこうと思います。ちょっと次回はね、なんか、あの、すずちゃんのイベントだったりとかね、あとなんか OD のイベントだったりとかね、まだできるものがあるみたいなので、それをやろうかなと思っております。はい、お疲れ様でした。